みなさんこんにちは。今日はいい天気ですね。前回あのバンカーを克服されたされましたね。滝本さんのアプローチショットもちょっと見ていきたいなと思いました。ちょっと手首の使い方が怪しそうなので今日はぜひ良くなって帰ってもらいたいので今日もアプローチレッスンをしていきます。お、早速打つもせずに怪しさ満点。失礼。おやおや。まだ撮ってないですよね。撮ってますから。そう、いいの撮れてますよ。どこ狙いですか？あのピンですね。ピンです。ここそう、ピン位置球激ムズじゃないですか？うん。こうやって。おお。え、あっち狙ったんですか？そこですよ。ちょっと振り幅がちょっと大きすぎる。はい、ですよ。もう一回構えてもらって、はい、まあいわゆる転がしをやりたいですよね、はい、ここはね、はい、でこの距離だったらもう足は本当このくらい、はい、ボール1個とか、はい、そうですね、靴1個ぐらいの構えで、はい、で左足体重、はい、そうでやっぱりこの癖だと思うんですけど、バンカーの時はまだ良かったんですけど、はい、こう手がこう内側に入っちゃって、はい、こういうクロージュになっちゃうんですよ。じゃなくてアプローチの時は絶対手が前、手が前、ヘッドよりも絶対手が前、はい、でこうっていうのはもう徹底してください、はい、気持ち悪いと思うんですけど、でもう一つ本当にこれはバンカーの時からそうなんですけど、やっぱどうしてもこういう使い方をしてしまうんですよ、はい、これ本当絶対にアプローチでは NG なんで、はい、アプローチでは厳しく直してきます、はい、さっきはまあね、正解は良かったです、はい、はい、今回、はい、というわけで、いきますよ、構え、できましたか、はい、右足と、はい、で右足上げてっていいんだ、体、はい、この時にもう、結構極端でいいんで、はい、絶対ヘッドが手より前に絶対ない、そう、はい、で手は今その時に、まあ、出ないのはいいんですけど、こうやって遠くにやることはしなくていいんで、でき、まあ、極力こう体の近く、この左ポケットの周辺、そうそうそう、この左ポケットの近くに手が来るよ、ああいいじゃないですか、でもう本当にヘッドがもしこっち出たら怒りますね、はい、怖い、本当に激怒するんで、それぐらいあの意識を持って、はい。でやっぱ手がこう遠くならなくていいです、手は近く、はい、手は近く、左ポケットの方、そう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 、はい、緊張して打てない怒られたくないっていうでもいいじゃないですか、最初からそのプレッシャーの中で練習できたらコースでもう怖いのないですよ。あーいいいい、やっぱそんくらいプレッシャー与えなきゃダメだったかな。バンカーの時もいいですよ。あ、手離れない、手離れない、左の方、体の近く、まあ許します、ありがとうございます。今なんでトップしたかっていうと、はい、こう多分左にこう手がとか位置考えすぎて、はい、すごい軸はが流れちゃってるんですよ。そしてやっぱ打点がずれるからトップするから、はい、もう軸はこう左足重心じゃないですか、はい、したらもう絶対その位置からもうずっと変わらないです、はい、左
に体回してもいいんですけど、回すんですよ、はい、というか回してもいいっていうか回すんですけど、今のもちょっと左に乗りながら回っちゃってるから、はい、じゃなくてもう左に乗ってるんで、このままふって左向くだけ。そうそうそう、あ、そうそうそう、そう、絶対突っ込まない。で、手出ない。あ、ん、手は出るんだ、クラブが出ない。ギリギリですが、まあでもいいんじゃないですか、今結構ね、当たり的にも。で、ここ突っ込んでしまうと、さっきみたいにこう、刺さっちゃうんですね、はい、こうなってるじゃないですか、はい、これは、そう。だけど、その場でしっかり今みたいに回転できれば、そうそう、素振りでも全く出せらなくなりましたよね。はい。絶対怒られたくない、意思は見える。まあでもそのくらいやっぱ練習で意識するのはいいですよ、はい、うん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 、いいですね。全然違う最初から。まあちょっと最初はね、動きを覚えるのに力入っちゃうけど、はい、ああ、でその時にボールは真ん中より真ん中、真ん中か、真ん中、右、真ん中より右、そうそうそう、やっぱ左にあるとどうしてもハンドレートになっちゃうし、こうやった時に結構きついんで、はい、こうなる。真ん中か真ん中より右だったら簡単。もう一個右でもいいです。そう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 。でもっとやっぱこう、こっちに内側に手が入り気味だから、手は前、手は前、逆、そう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 。あ、で、足やばい、どうしました。うん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 、いい感じ、いい感じ。音が良くなった。うん、全然違う。サウンドウェッジ何回も言って。まあ、多少こうガンと打ちにいってる感じはあるっちゃあるんですけど、まあ転がしなのでそんな大怪我にならないっていうか、はい、多分今ので今のこういう打ち方で多分手がこういう風になったらすごい良くないんですけど、はい、まだ手の位置がいいので。今ピン狙ってないですよね。狙ってないです。あ、なら OK です。すごい、ちゃんとあそこ向いてる。うんうんうん、だいぶ簡単に当たるようになったんじゃないですか。そうですね。あとちょっとカメラこっち来てください。こっちから。で、この時にちょっとやっぱ前傾が深くて遠いですよね、はい、今こことここですもんね、はい、私がもし転がそうとしたら、はい、この辺で構えれます。今ボールの位置と足の位置は一緒じゃないですか、はい、ボールの位置この辺、もっと近くで全腰を張らなくていいんです。あ、もうちょっと遠くていいです。そうで、ボールがで、ほんとちょっとここハンドダウンならない、はい、方向の方が全然いい。あ、結構右向いちゃったけど今マイク。すごいあっちだけど、うん、あ、そうそう。で、こうやっぱ今打とうとするとだん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 こう下がってきちゃうんで、もうほんと上、もっと棒立ちぐらい、膝もそんな曲げなくていいですよ。そうそうそう、パターみたいな、まあ、パターもこうかもしれないけど、まあ大げさに言ったらそのくらいですね、はい、こうだってこうやってやったらあんまり良くなさそうじゃない、はい、こうやって少し気持ち近く構えて、はい、
前傾浅くっていうイメージで、もう一回結構すごい良くなってきてるので、ここがこうボールとの距離を離れる感じですよね。そう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 。で腕の力抜いてあげて、もう一個長く持ってみようかな。あー、その間ぐらい。うん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 。でもこのダンブ、この球の飛び方と当たりが良くなってる、はい、ありがとうございます。いいですね。あ、ストップ。ちょっとこれ左向きすぎじゃないですか、フェースが。これがまっすぐ、足の向きに対したらこうなったら、これがまっすぐか、足の向き。手をもうちょっと、フェースの向きは足と同じ方向ですね。足と同じ方向、そう、全部こっち左向くから。でも足はちょっと開いていいじゃないですか、はい、だけどそれと同じ向き向いたら左だから、はい、ここがまっすぐで、手を、そうそうそう、そうそうそう、この向き OK。どっちから行って、あ、ほら、ちょっとこう左に向きがち、ここ、そう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 。おー、いい音。ちょっとスピン聞いて、今のいいですよ、今の一番いい。今日一出ました。フェースの向き大事。そう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 。だから自分の中でちょっと右向いてるぐらいのイメージもいいかも、はい、左にかぶりやすいから。 OKOKOK。 あ、こうしました。あ帰っていいですか怒られる今ちょっと球の飛び方違かったじゃないですか。そうですね、違いましたね。ポンっていっちゃったですよね、はい。ああ、ほんと見逃しませんよ。スパルタまあね、息何個もできないからいいですね。ちょっとずつ、うんうんうん。あ、もうちょい開く。そうそうそう、それまっすぐ、うん。ちょっとギリギリですけど、いいですね。球の飛び方とこのヘッドに球が乗ってる感じがしません、うん、全然今までと違います。もうちょっと大きな声で。今までと全然違います。言わせた感が、音が違います。言わせた感がすごい。と調整できてる。少しずつ学習してきました。うん、いいですよ。でも素直でいいですね。ありがとうございます。じゃあちょっとピン狙ってみますね。はい、そろそろ。私に怒られるプレッシャーとピンに寄せるプレッシャーがダブルで、ダブルで。いきなり足広くなったもんね。どれくらいで回るんですか。100から110の間です。あ、そうなんですね、はい、じゃああれぐらいだとかなりね。もう90見えましたね。見えましたね。見えました。早いな。やっぱそのくらいで回る人ってアプローチ超大事なんですよ。そうですよね。結局アプローチ周りで行ったり来たりして打数増えちゃうじゃないですか。そうです。あれによったらもうしますね。バンカーも教えてもらったしね。
ちょっと先が下がってるんであれですけど、え、すごいいい入り。本当ですか？ね、ほら最高。本当ですか？最高。ありがとうございます。音が良くなった。音がそうです、全然違いますよね。まあ、ちょっと噛んでもあれぐらい言ってくれたらね。おー、いいですね。今のとか気持ちいい。違いますね。いい音。ありがとうございます。え、すごい良くなったと思います。ありがとうございます。どうでした？教え方がすごすぎます。いや、それ気づかなくていいんですけど。でもフェイスの向きが全然思ってたのと違ったのが。うん、あ、自分的には被って。そうです。全然被ってると思ってなかったんですけど。あ、そこそこ。思ったより。開いて。うん、開いてて十分だな。うん。ね、これです。良くなったと思います。ありがとうございます。もしかしてこのアプローチをたくさんやったらバンカーのこれもちょっと緩和されるかもしれないですね。そうですね。手首動かさないように。そうそうそう。癖ができるんでいいかもしれない。これ家でもできますからね。この素振りだけなら。そうですね。本当パターマットってどのくらいですか？その3メートルぐらいですよね。3メートルぐらい。でそこで本当家でそこに向かって。小さい動きで、うん、今スススって転がってくじゃないですか、はい、こういうでもできると思うんで小さい動きから家でもできると思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、今日はアプローチレッスンをしてきたんですけど、まあ、アプローチのこのポイントとしては、まあ、やっぱり構えはまあどのショットでもすごい大事なんですけど、まあ、ちょっと左軸にしてあげてその軸から一切動かないっていうのと、あとまあその手の位置だとかはまあ基本として、あと一番すごい大事なのがこのフォローの手とクラブの位置というか、これが絶対こういう風になってほしくないですし、遠くなるのもダメなんで、いい位置にいるっていうのがまあ最大のポイントかなっていうふうに思います。ここがうまくできてたら綺麗に球は飛んでいくので、今すごい飛ぶとですねまあそれがすごいポイントかなって思います。ぜひ皆さんもチャレンジして練習もたくさんしてみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。